ウェールズ公国は、グレートブリテン島の西部、現在のイギリスのウェールズに存在した公国。成立年代は、諸説あるが、1216年のアベルダビの会議で、成立したと考えることもでき、1283年には、ウェールズ対抗家の滅亡により事実上の滅亡を迎えたが、イングランドへ、法体系まで統合され、完全に、 イングランド王国に併合されるのは1542年のことである。ウェールズ王国の存在が最初に伺えるのは、ウェールズ全体に派遣を伸ばしたグイネズ・オーダイル・ウェーリンが1216年のアベルダビの会議で、ウェールズの支配権を獲得した時と考えられる。そして、1218年に、イングランド王・ヘンリー3世との間に、 ウスター条約において、ウェールズ支配を認めさせた。1240年、ダイルウェリンの後を継いだダフィズ・アップルウェリンが1244年に、バチカンに、ウェールズ大公の称号を一時的に認めさせた。1246年に、ルウェリン・アップグリフィズは継承し、ウェールズの多くの領域を支配下に収め、1258年に、ウェールズ大公を諸公に認めさせ、これをもって、 ウェールズの王となったとする見方もある。ただしこの称号がこの時点で、イングランド王家に認められなかった。1267年に、モンゴメリー条約により、イングランド王ヘンリー賛成により、ウェールズ大公の称号が認められ、ウェールズ諸公は、ルウェリン・アップ・グリフィズの支配下にあるとされたが、イングランド王国へ、総主権を認め、お金を支払わされることになった。 グイネズ王国の独立した歴史の終焉でもあった。その後は、イングランド王国と対立を繰り返し、1282年に処刑された。その後、ダフィズ・アップ・グリフィズが、ウェールズ大公を名乗り、抵抗を続けたが1283年に処刑された。こうして、ウェールズ公国は事実上の滅亡を迎え、イングランド王国の支配を受けることになったが、 1535年から1542年にかけてのウェールズ法処方が出され、1542年にイングランド王国の法体系に完全に編入され、名目上のウェールズ公国も消滅した。プリンス・オブ・ウェールズの称号は1301年にイングランド王エドワード1世が後にエドワード2世となる着難に与えたのをきっかけに、イングランド王国の王位の法定推定相続人の 称号となり、後のグレートブリテン王国でも用いられ、現在のイギリス王室に受け継がれることになった。デイビーズ、ジョン、A ヒストリーオブウェールズペンギン、ピアニッシモ138、ISBN 0から14から014581から、ハチロイド、J A、A ヒストリーオブウェールズフロムザノーマ h e Norman ツーザイドワーディアンコンクエストバーンズノーブルピアニッシモ199 ISBN 0760752419ルウェリニ a ビヨルウェアスウェールズヒストリー BBC ウェールズ2011年9月15日閲覧ありがとうございます